上子のキャップ投げ講座やっていきたいと思います。まあ、今回はストレートですね。なんか YouTube の、そうですね、コメント欄にストレートの動画作ってくれっていうことだったので、今回はストレートをやっていきたいと思います。そうですね、まあ、そうやって書いてくださるのはとても嬉しいので、まあ、これからも何かの動画作ってほしい方は、まあ、YouTube のコメント欄にでも、まあ、ご要望を書いてくだされば、それに応じて作っていこうと思うので、よろしくお願いします。 そうですね、今回ストレートなので、そうですね、小ストレート、小ストレートっていう感じでいきたいと思います。えー、まあそうなんですけど、まあ小ストレートっていう名前なんですが、そうですね、自分はストレート2種類あるんですね。なんで今回は小ストレート1号ということでやっていきたいと思います。まあ今回はその、小ストレート1号のみを動画に作ろうと思うので、まあ2号の方は、まあ次回作をご期待ください。 そうですね。これが、小ストレート1号ですね。もしかしたら、小速スライダーより速いかもしれませんね。なので、まあ、9位もありますし、伸びもあるので、まあ、そうですね。投球の中心になることは間違いないので、これをしっかり習得してほしいと思います。まあ、今回は、綾鷹のキャップでいきたいと思います。まあ、 9時みたいにキャップから引いてみたら、綾鷹たかが出てきてくれたので、綾鷹たかのキャップで行こうと思います。そうですね、小ストレート1号の握りは、まあ、まずこの形にしてください。こっち側ですね。まあ、表と裏どっちかよくわかんないですけど、まあ、こっち向きですね。で、握り方として、そうですね、こういう握りです。えー、っと、まあ、まず、こんな感じっていうことをまず見てください。こういう感じで、横から見るとこうですね。この、 中指中指ちょっと斜めに曲げてますから、そうですね。ちょっとここ見てください。ちょっと斜めにしてますね。まっすぐだとちょっとなんか違和感があって投げるときにストレートっぽくないので、ちょっと曲げることによってちょっとストレート感を出してるので、ここ曲げてるっていうのを意識してくださいね。ここ曲げてますからそうですね。中指曲げてて、まあ、親指は結構まあ、いつもの感じですね。 少子の投げるとま結構英指ここでかけてる感じが多いですね。で、まぁ、あ、こんな感じですね。まあ、横から見るとこんな感じかな。まあ、この中指を曲げてるっていうのがかなり重要になってきますね。なんかまあ自分の投げ方は、なんか弾くのがあんまりないのかっていう質問があったんですが、まあ、そうですね。自分は弾くタイプもやりますね。両方同じくらい、五分五分ぐらいなので、 まあ、弾くタイプもこれから紹介していきたいと思います。まあ、今回は弾くタイプですね。で、まあ、握りは分かったと思うんですが、まあ、そうですね。ここら辺のやつはちょっと遊んでるんですね。薬指とか小指はちょっと遊んでるんですが、これでちょっと安定感を持たせてるっていうのもあるので、まあ、各自ここは好きな風に、小指と薬、あ、小指と薬指。小指と薬指をちょっと変えてくださっても大丈夫だとは思いますね。ただ自分として、 投げるときに安定感があるので、この投げ方にしてるだけなんで。ここの指は各自変えてくださってもいいですね。で、まあ、投げ方。投げ方は、まあ、これは、まあ、弾くタイプなんで、そうですね。こうやって、プって。まあ、デコピンの要領ですね。まあ、オーバースローで投げてきて、まあ、オーバースローで離す瞬間に、デコピン、デコピンをしてあげるって感じですね。まあ、 投げ方としては、まあ、デコピンっていう感じで覚えてください。まあ、昇進化、昇進化の握りよりは楽だと思うので、これは結構習得しやすい感じはしますね。ポイントとしては、まあ、先ほど言いましたが、そうですね、この中指で引っ掛けるんですが、ちょっと斜め、斜め、まあ、45度ぐらいですかね、45度ぐらいに、この中指の掛け具合をちょっと傾けてかけるっていうのと、まあ、親指はいつもと同じ感じで、 で、そうですね、小指と薬指は遊んじゃっても大丈夫。っていうことですね。で、ま、投げ方としてはオーバースローで、デコピン。デコピンして、弾く感じですね。まあ、そ弾く球は基本的にデコピンなので、まあ、他の弾く球ができる方は多分容易にできるんじゃないかなと思います。そうですね、小ストレートの、小ストレート1号の握りの覚え方として、まあ、まず、 これってキツネですよね。キツネですね。コンコンって感じですね。で、ここに一本付け足したってことは、狐に角ができたって覚えてください。そうですね。このショーストレート1号は、キツネに角ができたーって覚えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。